ひどかったアトピーがこんなにも岐阜県美濃加茂市加名藤田瞳写真あり23歳私がこの健康法を知ったのもこのアトピーがここまで良くなったのも本当にラッキーだったと思います以前ジムの仕事をしていたんですけどそこでもこの病気のことで続けるのが嫌になってやめましたし家にいても気持ちがめいって。 外ににに出るのが億劫になって、て精神的にも追いい詰められていました。ある時母と何の気なしに入ったレストランの店長さんが長谷部式の健康法で病気が良くなったと母といろいろ話していたんです一度健康会に行ってみようよと最初は母が言い出したんですが私はとても行く気に離れなかったです アトピーで悩んでいる人だったら分かってもらえると思いますがそんな簡単に「治る」なんて言ってもらってもとても信じれないんです「治る」という言葉に今までどれだけ苦しめられてきたことか分かりません1週間が過ぎ2週間が過ぎてもしきりに母が「私に一度言ってみようよ」と言います その間も何度となく電話で相談しているみたいなんです。電話の内容が体内の毒素を皮膚と腸から出し切ってしまう方法だということを知ってようやく重い腰を上げる気になったんです。最初は私一人で自分の車で行きました。紹介されたことを言わないで話に聞いていたビワの葉のお茶だけ分けてもらったんです。1ヶ月ぐらい経って そのビワの葉のお茶を飲み終えた頃にはなんとなくちょっとだけ良くなったような気がしました母に話すと私がついて行ってあげるからもっと詳しく話を聞きに行こうと言われて二人で出かけて行ったんです健康会では病気は部分だけを見ていてはダメとか自然な植物エキスを使って皮膚呼吸を良くすると言われましたがまだピンとこなかった ビワの葉のエキスが入った軟膏みたいなものをつけてみなさいと言われた時も最初は断ってしまいました。というのが以前にある人から化粧品の話で悪い油が皮膚を痛めると聞いていましたからその軟膏に油脂分が入っていると聞いてつける気になれなかったんですところがよくよく聞いてみるとこれは薬ではなくて。 植物のエキスを配合した自然なものこれを塗って病気を抑えるのではなくて体の中の悪い毒素を引っ張り出すのですと言われて不安ながらも少しつけてみましたその日は見学だけにしてその難膏を小さな容器に分けてもらって家に帰りましたその後家では毎日 その難航をつけて2週間が過ぎた頃にはまた少し良くなったようなんです。今度は考え方が一転して自然の力ってすごいんだなぁからと感じてからは全身の温熱法を受けに行こうと思うようになりました。それからまだ2ヶ月余りですけど随分症状が取れています。食事や運動にも心がけるようになりました。今では長い間。 このアトピーで悩んでいたのが何だったのだろうかと思います。これからも続けたいと思います。よろしくご指導をお願いします。